ありがとう。こんばんは、中村舞です。皆さんお疲れ様です。お疲れ。ギフトもありがとう。今日のお洋服かわいいね。でしょう。お腹の横、そうなんですよ、ここちょっと空いてる。そうなの、ここね、チラ見せ。そうなんです。ちょっとこうしよう。このなんだっけ、フルーツ盛りみたいなのもありがとうございます。こんばんは、改めまして。今日はタワーのお礼もさせていただきたいなと思っております。はい、ちょっとですね、たくさんあるんですけども、何回かに分けてするので結構多いんだ。待って、20何人かですかね。6月2日と6月9日の分が結構いっぱいあって、そこします。ありがとう、どうもありがとうございます。ファンクラブのタイムライン、あ、ファンクラブのタイムライン、私なんかタイムラインの使い方がいまいちよく分かってなくて、やってみたんですけど、あれどんな風に乗っていくんだろう。なんかインスタみたいな感じになるのかな。あんまよく分かってないんですけど、ちょっとそう、なんかね、いっぱいね、そのアプリになって仕様が増えて、そうよく分かってなくて、投稿してみた。かわいい、ありがとう。おししかかたんもありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ見てください。インスタっぽくなりそうな感じ。あれ通知いくの、なんかさ、タイムラインの通知もいくんですかね。なんかどこまでの通知が、多分動画とかのした時通知いかなかったっぽいので、そこは通知来ないんだと思ったんですけど、通知来る、あ、タイムラインの通知が来るんだ。うん、すごい、通知来るって、タイムラインを更新したって通知が来るの。私服なの、そうだよ、ワンピースなのこれ。去年買ったワンピース、かわいい。去年買いました、夏ワンピ、夏って感じですよね。1年寝かせた、いや去年も来たんですよ。でも去年これ1回しか来てないかも。うん、そう、去年1回だけ来て、でその時の撮った写真もあんまり載せてなくて、ちょっとだけ載せたけど、そう、なんかね、あのなんか夏のツアーがあって、その次の日に家族と一緒に神戸をちょっと散策したんですよ。家族4人なんですけど、4人で散策した時に着てて、そう、去年の夏の服。ありがとうございます。後ろどうなってるか見せません。
メイクは今日ね、千穂ちゃんと一緒にお仕事行ってました。そうなんです。そうなんです。なんでちょっとしっかりちゃんとメイクしました。ありがとう。私もありがとうございます。わっ、タワーもらっちゃった。風と海とさん、ありがくまタワー。ありがとうございます。ありがとう。マジ可愛くてつい。ありがとうございます。可愛くてつい、キャー、ありがとう。ノースリーブ、確かにソラハの仲間入りということで。なんかソラハがもうなんかノースリーブ、なんかなんでノースリーブなのかっていうのをソラハに聞いたら、ソラハがなんかこの部分にもう袖があることすら嫌だみたいな、もう布がここにあることすら嫌なんだよねみたいな言ってて、だからなんかここに布が触れてほしくないみたいな。で、ってそうなのって、だからで、なんかもうでも最近ノースリーブ着てて思ったんやけど、ここに布があることも嫌やみたいな言ってて、ってじゃあ何着るのみたいな、もうこんな ここの紐もない、こうなんかなんて言うんですか、こういうやつ着なきゃみたいな、もう服着たくないって。いや、そうなんです。なんかソラハがなんかもうなんか布が嫌やみたいな感じで、なんかそうなんかね、チューブトップ、そういう感じの、もうここもないやつしか着れなくなってきてます、ソラハ。冬はどうするんですかね、ソラハ。なんかもう嫌やねみたいな、なんかここになんかかかっとるだけで嫌やみたいな、なんかこう気になるみたいな言ってて、マイカー大変。なんかマイカーあれじゃないんですか、ソラハがリーダーになったから、なんかまあ、リーダーが変わったということで、ソラハがいろいろとなんかノースリーブを多分流行らせるんじゃないですかね。多分あれですね、アンコール T シャツもきっとノースリーブ私ノースリーブにしたらいいと思うんだけど、ソラハ率いるマイカー、リーダー名で。何、オフショルール。だいぶ結構なかなか難しい。ありがとう。日焼けに気をつけてるか。日焼けに超気をつけてる。まあこの格好で言われてもって思うんですけど、気をつけてます。実は気をつけてるんですよ。うん、あ、なんか基本歩くときは全部羽織って、なんか、日に当たりたくなくって。そうなの。でもさ、唯一さ、頭皮だけがさ、日焼け対策ができないというか、その帽子をかぶってたらいいんですけど、なんかあんまりこう頭皮に日焼け止めとか塗らないからさ、
なんかフェスの時とかはなんかちょっと頭がちょっとね、そう脱皮しちゃうんで。ありがとう。本当ありがとうございます。脱皮ね、脱皮するよね、日焼けしたら。ピリピリめくれたりしない？肌はあんまないけど、するよね。脱皮好き？私なんか脱皮好きっていうか、脱皮の動画とか見るのが好きで、なんかあのトカゲ、トカゲが一時期すごいちょっと欲しいって思う時があって、なんかトカゲの脱皮がすごいなんか見ててすごい気持ちよくって、でもなんかね、トカゲの脱皮ってなんかあんま手伝っちゃいけないみたいな説もあるんだけど、なんかこうピンセットとかでこうペリ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 ってこうめくる動画とかがすごい好きで、トカゲちょっといいなって思った時期めっちゃある。花えのき、そうなんか花の脱皮もするんですよ。でなんか花えのきっていうのが出てくるんですけど、もうゾクゾクするもん。ああたぎってしまいますわ、本当に。なんかもうそんな気持ちになります。悪趣味？え、全然悪趣味じゃないよ。だってその需要があるからその動画が出てるわけじゃないですか。多分脱皮って多分一部の人はすごい好きですよ。多分今うんうんってすごくうなずいてる人がいると思う。ありがとう。なんか爬虫類が好きとかじゃないんですけどね、かけぐるジャバミユメコになってしまう、たぎってしまいますわ。でもなんかゾクゾクする。人の趣味にはケチつけないタイプ。ありがとう。ありがとう、受け入れてくれたってことか。ありがとう。爬虫類ね、なんか一回触ったことあるんですよ。なんかトカゲだったっけな、それ忘れたんだけど、なんか触ったことがあって、なんかのロケでなんかモニモニしてて結構気持ちよかったよ。かわいい赤ちゃんモニモニしてる、なんか肌がすごい持ち肌みたいな。爬虫類はいまいち買う気にならん。でもなんかね、ご飯がね、なんかちょっと虫とか食べなんかそれを見るとちょっとあーあーあーってなるかも。ちょっとね、まあそうだよねって食べるよね。ご飯がね、亀どうか、なんか触れ合って、触
触れ合いたいかもなんだけどさ、カメって触れ合えるの？なんか水にいるイメージだわ。23時40分だよ。ちょっとタワーのお礼しようかな、今してもいいですか？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 いいですよ。じゃあまず6月2日にいただいたお礼をさせていただきます。これは4人、ごめんね、もう本当にもう2ヶ月前のことで、もう本当にごめんね。6月2日はね、あ、そうです、7周年ツアーの岡山の日で千秋楽だったんですけど、その日に愛のもそのミュージックビデオが公開された日だったんですよ。なんでそれにちなんだ絵を描いております。はい、じゃあまずはアルフォートさん、じゃん、ありがとうございます。これはミュージックビデオでめっちゃ走ってる絵、ありがとう。アルフォート、トゥルトゥ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 ン、パトゥ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 ン、パトゥントゥトゥントゥントゥン、あ、なんかちょっと違ったわ。足、じゃじゃじゃん、ありがとう、アルフォート。続きまして、シローさん、じゃん、リフ、風に吹かれながら、私の歌割り、ひらひら舞い降りてきたリーフ、真剣な表情で歌ってるんですよ、ミュージックビデオ。舞い降りてきました。私の横顔がミュージックビデオにめっちゃ映ってるんです。見てください、ありがとうございます。シローさん表情めっちゃ、もう真剣なんですよ。続きまして、マクアラオンさん、じゃん、これは千穂ちゃんを引っ張って走るシーン、でもさ、なんかミュージックビデオずっと走ってて走るとこばっかりだった。ありがとうございます、すごい、ありがとう、マクアラオンさん、ありがとうございます。じゃじゃーん、2人でめっちゃ走りましたよ。もう走ったし、なんかアップとかでも走るし、アップっていうかそのよりとかで撮影もするから何回も走りました。続きましてヒッキーさん、これなんかちょっと腕が猿腕、これは疲れた人、疲れた私、ありがとうヒッキーさん。まいちゃん、ありがとうヒッキー折れてないですから、私の腕本当にこんな感じなんですよ。そう、ちょっとごめん、よいしょ、ごめん、よいしょ、ちょっと、はい、ありがとうございます。ヒッキーさん、ありがとう。で、6月2日ありがとうございました。そして、6月9日行きます。6月9日行きますよ。まずはガッキーさん、じゃーん。あ、この日生誕祭だったんですよ。で、生誕祭で写真集発売しますって発表した日なんですけど、なんで写真集にちなんだ絵を描いてます。はい、ガッキーさん、ありがとうございます。これは黄色ワンピ。黄色ワンピは初日のマジで一発目に撮りました。黄色ワンピー、ガッキーありがとう。腕、え、ありがとうガッキー、ありがとうございます。そう、これがマジで一発目でした、最初。そう、バイシンジのところ。続きまして
ミッキーさん、あのどこかわかりますか？どのこれ何色の服とかわかりますか？あ、書いてた文字で。ミッキーさんありがとうございます。これは赤パーカーのお団子のところです。ちょっとこれ生まれながらめっちゃうまく描けたと思うんだけど、ありがとうミッキーさん、ありがとうございます。これは2着目に来たんですよ。私これあのその日っていうか流れで描いてるからさ。じゃん、アルフォートさん、これはこたつ、こたつみかんの図。お話し会楽しみにしてる。お、8月11、12が広島なのでもうすぐですね。アルフォートありがとう。これちゃんとほらみかんも剥いでる。うまいでしょ、でしょ、うまいでしょ。続きまして、ターキューさん、じゃーん。これ何してる？あ、これゲーム、あのゲームしてるシーン。これのあのポイントはちょっとクマができたところ。ターキューありがとう。そう、喫茶店のシーンです。このこういうなんかベベベベベベベって倒すやつやってます。続きまして、シロウさん、これはプリン、プリンもぐもぐシーン。喫茶マイキュー、ありがとうシロウさん。プリンを食べました、固めプリン。ジュースがない、メロンソーダプリンです。ありがとうございます。シロウさん。続きまして、福太郎さん。じゃん。あ。これは、黒い服。黒ランジェリーです。これは、はい。あの、1日目の夜だったんですよ。あ、1日、なんでこの日に、1日目に撮影したので。これでも、あの、あれなんですよ。上にさ、なんか、こう、なんか第3弾ぐらいで先行カットが出たんですけど、あの白いなんかぴったりとしたニットを着てるんですよ、上に。そう、それもちょっと再現したかったんですけどね。福太郎さんありがとうございます。なんでちょっとこれおへそ書いてません。はい、これ白の本当にニット着てるの。ありがとう。続きまして、こうすけさん、これあの先行カットの私です。はい、これ先行カットです。こんなショットがあったでしょ。あれです、筋トレではないです。ビキニじゃないんですよね、あの黒ランジリーです。コウスケさんありがとうございます。続きまして、リョンキューさん、じゃん。これはあのー、青いシャツ1枚の先行カットがあったと思うんですけど、それです。いつ並びの韓国フォトブック届きました。写真で、あら、ようやくですね。2月の韓国旅行だったんですけどそう、韓国ロケ、いやありがとうございます。サインも書きました、ありがとう。リョンキュー。続きまして、福ちゃん丸、じゃん。あ、これはあの白いやつあの2日目の朝なの。これがさ、これとこれ、これこっから2日目だから、2日目朝。ありがとう、ありがとうございます。これはあのね、生写真になってるかな。
ちゃん丸、ありがとうございます。割と最近公開されてた。続きまして、くまねパパさん、これはおばあちゃん家で撮ったあのパジャマ。くまねパパさん、ありがとうございます。ありがとう。3日にまた話そう。オンライン、ありがとうございます。ありがとう、くまねパパさん。メガネ可愛かった。確かにメガネつけてるのとつけてないシーンがあるかも。続きまして、こにゃまるさん、こにゃまる、ちょっと待って、重なってる。これは犬、犬犬ももここ犬犬こにゃまる、ありがとう。必殺お座り。ありがとうございます。かわいいっしょ。もうここなんかこの耳なんですけど、この耳がなんかこれはほっぺなんじゃないかみたいなって言われたことがあって、なんか円盤型、これでも耳です、ほっぺではありません、耳です。ありがとうございます。なんかちょっと今タワーをもらった、ありがとう。待って、誰だ、ミッキーさん、え、合ってる、ミッキーさんかな。ありがとう、ありがとう、ありがとうありがとうございます、ありがとう。また書きます。ちょっとまだ時間あるかな、大丈夫だよね。続きまして、広島港パセリさん、はい、じゃん。これはあのバレエ中村レオタードです。広島港パセリさん、そうですね、おばあちゃんちバレエスクールだったんでそう、この絵であの写真のどう撮ったかがわかる。くびれがないって、キャー。続きまして、ゆうくまさん、ちょ、これ頑張ったんですよ私。あの先行カット、ほんと第1弾で出た時の私の絵、あのトーシューズをこう履いてて、なんかこういう多分写真が出たんですよありがとうございます、ゆうくまさん、ありがとう。表情固定な、もうこれワンパターンしかないの、私のあの絵の表情は大体これだから。ありがとう、ゆうくまさん。ね、うまいっしょ、クオリティ高いっしょ。続きまして、こじこじさん、じゃん。これはあの歯磨き中の私、なんかちょっとこのなんかのり食べてるみたいになっちゃったんですけど、あの歯磨きです。こじこじさん、ありがとう。歯磨きカットも出てます。これは3日目の朝です。ちょっと2日目の夜さ、私さ間違えてさ最後に書いちゃったんだよねありがとう、こじこじさん。これ3日目の朝。続きまして、山猫坊主さん、はい、これはあのピンクのオフショルにミニスカの写真、割と最近に出たカットでありました、あの船に乗ってたやつです。山猫坊主さん、ありがとうございます。これ3日目昼。船に乗ったやつです。なんかちっちゃい白いバッグ持ってた。続きまして、元町さん、はい、これはあの赤水着です。ちょっと伝わんないかもしれないけど、このちゃんと結んでる赤水着、
この写真を今日あれに載せました。なんだっけ、あのファンクラブ、くびれあるここだけくびれさせてみた。そう、これ五五島です。五五島、愛媛の五五島っていう島で、なんでこれで船に乗って、あ、ちょっと重なってる、これで船に乗ってこれになりました、五五島で。はい、ありがとうございます、お友達さん。続きましてウッシーさん、これはあのポスター、特典でついてくるポスターを書いたんですけど、すごいあのすごい胴体になっちゃった。ウッシーさん、ありがとうございます。ウッシーありがとうえぐれてるわ、ここここちょっとえぐれたけど、まあ頑張ったから、この手とか。ウッシーさんありがとうございます。そんで東京のスワンさん、はい、これが最後の一着です。東京のスワンさんありがとう。水着、初めて色ついた、あの黒か白しか食ってそう黒、まあ紺だけど。東京のスワンさんありがとうございます。あざす。続きましてタロスさん、じゃん。このシーンも確かオフショで出てましたで書きました。タロスさんありがとう、ありがとうロス、ありがとうございます。掃除、あの水ピャーみたいな、ありがとう、あざーす、あざーす。続きましてガンちゃんヨッシーさん、ちょっとこれ2日目の夜がここに来ました。あのこんな感じの何ですか、キャミソールみたいなのにあのデニムになんかキャップかぶってました。はい、ガンちゃんヨッシーさんありがとうございます、ありがとう。そう、夜のそうそうそう大街道らへん、え、もうお休みって言われる、最後ラストだから。三浦っちさん、これはほろ酔いほろ酔い級書きました。三浦っちさんありがとう。三浦っち、ちょっとほっぺをピンクにさせた酔ってる図。三浦っちありがとうございます。オイラも投げたのにって言われた、え、本当に、ちょっと待って、私今日さこれ全部メモってるんだけどさ、これ生誕祭の日なんですけどどうですか、もしかして漏れてる、ちょっと漏れてたらさ教えてください。ちなみに誕生日の日はまだやってないです、生誕祭の日なんだけど。ちょっと全部書ききれてるか微妙なんだけど、でもしっかり書いたんですけど、どうですか、生誕祭、ちょっと壇上を呼ばせてください。ちょっと待って、終わっちゃいそう。よっちゃん、ごういちさん、福太郎さん、トールさん、マサさん、くまねパパさん、ターキューさん、きなぺこさん、ふぐちゃんまるさん、もとまちさん、東京のソワンさん、ナーラブさん、風と海とさん。1位は、ドゥルドゥドゥン、ミッキーさんでした。ありがとうございました。おやすみなさい。うわ、なんかちょっとさあ、もし他にもさあ漏れてたら教えてください。わあ、ごめんね、なんか私がメモした限りこの方たちだったんですが、すみません。
やすみなさい。